こんにちは、ホタルです。今回はですね、アマコツネヒサのフレクジガチャが来ましたんで、そちらの方の、話をしていきたいと思います。出たばっかなので、初感というか、そういう感じになりますので、速報版ですね。そこは、その点はご了承ください。で、主にガチャの仕様についてと、ツネヒサの性能を軽くっていう感じで、触れていこうかと思います。私自身がちょっとガチャするかどうかちょっとまだわかんないですけど、常にさ結構強いので、結構かなり強いので、ガチャの可能性はあるとは思います。はい。で、結構急に来たなって思われた方多いと思うんですけど、私もおってなったんですけど、前がですね、筆祭、あ、じゃあ、くじ祭り？くじ引き祭りの、途中というか、間というか、そんなところら辺で、朝倉漱石とかが来てましたんで、来るタイミングではあったんですよね。本当に来るとは思ってなかったんですけど、私も。で、山中鹿之助とかが出てきたタイミングで、尼子家追加されていくんかね、追加されるんだったら、やっぱ尼子綱久かね、天部900だろうね、みたいなことをどっかの動画で言ってたと思うんですけど、その綱久が来ましたね。逆にこの他にって言われたら、一気に候補が、少なくなるとは思うんですが。で、ですね、まず最初に、ガチャのこの画面なんですけど、12日から18日の、終日というか、一杯まで。なので、1週間弱ぐらいですかね。ある感じになってます。で、皆さんお気づきかもしれませんが、今回から大当たりに有効度2000が増えてます。で、逆に言うと、これ以外の変化が基本ないですね。基本ないというか、もうないと言ってもいいぐらいですね。で、朝倉漱石の時の、ラインナップをちょっと映しますが、こんな感じになってて、2000があるかないかだけの差なんです。その他については、もうほんと一緒で、ラインナップ的には一緒で、で、この後見ていきますけど、提供割合のところも、ほぼ変わらない感じになってます。簡単に言えば、2000ができた分だけ、お得にはなってます。ただ、2000が出る確率は本当に低いので、あんまり体感できる人は少ないのかな、とかいう感じにはなってます。はい。提供割合の方を見ていきましょうか。はい。まずは通常確率ですね。大当たりは0.8%、当たりが8.2%ってなってます。例のごとくちょっと映ってないと思うので画像を差し込みますが、2000が0.05%、1000が0.15%、合わせて0.2%、で、500が0.6%で、足したら0.8%ですね。ここの合計値は、0.8%は前と同じです。漱石の時とね。で、1000のところのが0.2%だったのが、2000に0.05%分分けられてる感じですね。マシにはなってますけど、0.05%を引ける気がしないのでっていうところはあります。で、当たりの方も同じ確率ですね。有効度100が2.7、50が4%って感じになってます。で、最下の刀とかそこら辺の8%も変わりません。ワンモアというか、引き直しも10%で変わりません。転移例、帰還例、交流例も、確率変わりません。常下の有効度10も12%で変わってないです。前回とですね。で、筆くじポイントを貯めていくと50と100で、お得な、ガチャ一回引けるみたいな感じ。もちろんというか、一枚くじ引き券は言いますけどね。引けるんですけど、50の時が8.8%大当たりで、当たりが91.2%で、2000が0.55%、1000が1.65%、500が6.6%ってことで、ここもね、同じように、有効度1000の確率のうちの、一部が、2000の方に移ってる感じになってます。で、あと当たりの方も、確率は変わんない感じですね。
で、最後ですね、フレクジポイント100消費の時、100の時の、確率ですね。大当たり100%で、常石さんの有効度2000が6.25%、1000が18.75%、500が75%となっています。前の時は1000が、2000、あ、25%だったんですけど、そこから、有効度2000に6.25%割り振ってる感じになります。はい。ということで、前の総的よりかは、お得にはなってますが、まあ、実感はしにくいとは思います。で、前のガチャの時も言いましたけど、金フレのやつ、フレクジポイントを50貯めて引くっていうのは、基本的にはお勧めしませんので、100ですね。100貯めて引いていくのが基本になってくるとは思います。まあ、なんか、端数これだけ欲しいで、ちょっとこれ足りないからちょっとかけるみたいな話とかになってくると、まあ、予算との相談ですね。で、あり得るとは思いますが、基本的には、100貯めて引くことになるとは思いますが、そこで、まあ、6.25%でしたっけ？あれを、まあ、引けるかどうかっていうのは、大きいとは思いますが、まあ、6.25%1回ですからね。まあ、って感じだとは思います。はい。ということで、まあ、総的よりかは、マシになってますよっていうガチャの、まあ、基本的な、まあ、仕様というか、の紹介でした。で、まあ、ここから、総的の性能についての話に入っていくんですけど、まあ、テム900の SSR の武将で、戦力は5523で、まあ、統率845、武勇710、知略881、政治764で、かなり高水準になってます。武勇は低めですが、統率知略が高いですし、政治も、まあ、800には載ってませんけどね。全然低くないですし、まあ、かなり優秀なステータスしてます。で、まあ、適正の方が、足軽と騎馬が S で、弓が B で、鉄砲が C という感じで、まあ、あれですね、シーズン1の、テム900武将みたいな感じの、適正を持ってますね。足軽と騎馬っていうところもあって、かなり使いやすくもあるんじゃないかなとは思います。で、まあ、先鋒の方を見ていきましょうか。防制ですね。これが強いんですよね 対象を含む敵3部隊の強化を2つ打ち消し、防御知略を25%低下させ、恐怖混乱を付与になってます。ですね、二つ打ち消し、三部隊のやつを二つ打ち消しっていうのもいいですし、防御知略を25%転下っていうのもいいですね。で、恐怖混乱を付与、さらに知略300%の攻撃なんで、3×300% になりますね。こちらが現状では最高のダメージになりますね。武勇では、剣心、知略では双雲と同ダメージが出せる火力の、戦法になってます。で、まあ、注目すべきは、恐怖と混乱ですね。で、恐怖っていうのが、こちら、初登場になります。通常攻撃ができなくなるっていうやつですね。ですね、これは強いんですけど、同士打ちの劣化でもあります。はい。同士打ちの劣化にはなってしまいますが、15秒で敵に中範囲ですね。で、混乱の方は、すべての兵科に対して不利になるっていう状態を敵部隊に、つけるっていうやつですね。で、まあ、混乱と動揺とか、また見切りとかは、同士打ちの次に私が、推してるというか強いと思ってる、戦法の効果になりますので、混乱がついてるのも強いです。まあ、ただし、まあ、恐怖がですね、まあ、同士打ちの劣化になってしまうっていうのはあります。で、どうしても元就と比べられると思いますんで、まあ、元就よりかは弱い戦法にはなってくると思います。で、元就の方の同士打ちはですね、通常攻撃が、まあ、自傷ダメージになる、プラス戦法ゲージがたまらないっていうのですんで、恐怖プラス動揺プラス自傷ダメージみたいな感じなので、まあ、完全に下位にはなりますね。ですけど、通常攻撃ができなくなる状態を15秒付与できるので、これ自体の、効果はすごく強いです。同士打ちと比べるとっていう話で、今話しましたけど、
これ単体を見るとかなり強い効果にはなる。で、発動間隔が30秒で、基礎連鎖は 16% で、連鎖順は早いなんですね。まあ、デバフなんで早い方がいいっていう、あれがあるのでっていうのはあるんですけど、デバフの、防御低下、知略低下とかありますからね。で、また30秒っていうのも早いですね。で、まあ、見ていただければわかると思いますけど、対象向きなので、まあ、それが30秒間隔で打てるっていうのは、なかなかいいと思います。まあ、対象で30秒とか言うと、まあ、半兵衛とかが思い浮かびますかね。で、技能2なんですけど、敵部隊にかける能力弱化の効果が 1.2 倍になるっていうことで、まあ、これレベル1で 1.2 倍なんで、まあ、今のところ処置は、常久だけなんですけど、これが、まあ、レベル1しかないですね。1人しか持ってない。ですけど、1.2 倍になるっていうのは、これは、すごいですね。結構。効果時間が伸びるとかとかはまた違いますからね。で、軽眼が、技能3になってて、自身が対象の場合、平価適正 A 以上のかける、人数かける 2%、3%、4% が部隊の攻撃防御上昇とって、他に持ってるのは、元地下と信玄になりますよね。見てるとですね、信玄と相性が良さそうなんで、まあ、ここら辺は、レベル上げて、っていうのも可能かとは思います。で、列伝の方見ていきましょうか。天子家 B ですね。鹿之助がいます。源氏 B ですね。このユーベンツになってます。なかなか多いですね。で、ここに信玄もいるので、っていう感じですね。で、守護大名で信玄もいます。はい。で、下克上で、まあ、この辺のメンツとも、A で繋がるので、相性いいですよっていうのと、謀略家ですね。ここら辺のメンツ。と、つながるので、そこら辺とも相性いいですよっていう感じですね。で、下克上とですね、謀略家って結構被るんで、これが、どっちも A で持ってるっていうのはすごくでかいですね。で、秘伝の方なんですけど、統率の極み棒ですね。まあ、こっちは、総敵の時も言いましたけど、強いんですけど、まあ、ここまで揃えれるのが、どんだけいるかっていうのにもなりますし、まあ、今回のはですね、統率がプラス300っていうのは強いんですけど、部隊の防御力 5% とかですので、10% とかですので、まあ、統率300、防御プラス 10%、強いんですけどね、強いんですけど、まあ、そこまでレベル5にするまでお金かけてやる価値があるのかと言われたら、ちょっと首はかしげます。統率の鍛錬とかでも200とかプラスできますからね。まあ300でしかもプラス 10% の防御がついてるから、もちろんこっちの方が上なんですけど。まあそんな感じですね。はい。というわけで、ガチャの仕様と、常久の性能ですね。をざっと見てきましたけど、強いです。相当強いです。ですね、まあ、先方が、恐怖混乱不要で 3×300 っていうのと、まあ、30秒で発動できるっていうのも強いですし、老活がですね、弱化効果 1.2 倍っていうのも、これも大きいですよね。強いですよね。デバフ戦法です。で、プラス、軽眼の方ですね。これが、対象の場合、平価適正 A 以上の人数かける 4% まで上げれて、で、前はですね、この2人だったので、まあ、なかなか、まあ、レベル2までしか上げれないですし、元地下を入れるかみたいなこともあったんですけど、まあ、この3人でレベル3まで行けて、しかも、人数かける 4% ですんで、1部隊7人ですよね。で、かける4だから 28% 攻撃防御が上がるっていうのなので、ステータスがかなり高くなりますね。常久が大将の場合です。で、まあ、この3人を考えると、まあ、信玄が足軽の適性が低いので、まあ、それを足軽上げて、A にしてあげて使うっていうのもいいですけど、まあ、騎馬だと、S、S、元地下が A になりますので、まあ、なんか何も入れずというか、秘伝で補ってあげなくても、自然と、レベル3にできて、全員その軽眼の効果対象に入るっていうのにできますので。まぁ、あ、ちょっと、常久の星を、高レベルまで重ねて対象にしてあげて、軽眼を、レベル3で発動して、
28%攻撃防御上げた状態っていうのが、かなり強そうですね。どんだけ強くなるんだろうっていうのは、ちょっと、組んでみないことにはっていうところはありますが、かなり強いんじゃないでしょうか。で、列伝で、まあ、源氏と守護大名で信玄と会いますんで、信玄副将に、すんなり入れてそうっていうのと、下克上と、謀略家が結構被ってるんで、A×2 で、使えるっていう武将も結構いるので、これはなんかかなり強いと思いますね。まあ、戦法とか、技能、どうなのかな。戦法で比べたら元就の方が強いんですけど、で、技能の効果でも元就の方が強いんですけど、ステータスでそこをひっくり返せるかとかいうところにもなってきますね。で、あと、ステータスが高めですからね。まあ、攻撃力がガツンと、底上げできるんだったら、鉄砲としての対象として使ってあげるとかいうのもいいですよね。攻撃力が高いですからね。まあ、その場合は、信玄とかも、常久も教えで A に上げてあげなきゃいけないんですよね。まあ、かなりすごいのことになるんじゃないかなと思います。まあ、元就とどっちが強いですかっていう質問に、ちょっと明確に今答えきれないですけど、ステータスが高い敵部隊って、本当、ちょっと辛いんですよね。こっちが元就で当たったとしても、もう素の攻撃で溶けて、何もできなくて終わるとかいうのを皆さん体験されてると思うんですけど、まあ、配下金の方々の、すごい強い部隊と当たった時ですね。なので、足止めぐらいしかできないみたいな、数で勝負だみたいになってくる感じの体験、私もしてるんですけど、まあ、それの怖さを考えると、常久の怖さっていうのも、まあ、そこに近いところになってくるのかなとも思います。はい。そうですね。ちょっと引きたい気持ちがすごく強くなってますね、今。はい。私個人として。はい。というわけで、本日はここまでとなります。最後まで見てくださり、ありがとうございました。それでは。